今回は珠算検定1級の割り算の解説と、正の数負の数の計算の時によく出てくるマイナスのマイナスはプラスなんだ、なんでマイナスのマイナスはプラスになるんだというような、イメージのお話をしていきたいと思います。まず珠算検定1級の割り算、0.01256519 割る 0.03927、 こんなような問題をやるときですね、定点は固定するやり方、ここを 1の桁だと考えてやるやり方でいきましょうか。この場合、要は問題をどこに置くか、問題をどこから入れ始めるかさえ分かってしまえば、あとは12565159割る3927、普通の割り算をやればいいんです。ここは一の位で、固定しますので、じゃあどっから入れるかやっていきましょう。その時に、桁数引く桁数の答えの隣から問題を入れていく、そうすれば答えは普通に出ます。では 0.01256519、 これが何桁か考えましょうか。まず問題入れてみればいいんですね。 0.01、 一番最初の数字、1から9の数字が入るところが桁数になります。ここが定点のところなんで1桁目ですよね。1、2、3、4桁目、1の桁の隣は0、0の隣はマイナス1ですから、一番最初の数字が入るところ、1から9の数字が入るところが桁数なので、これはマイナス1桁目になります。 0.03927、 これも、マイナス1桁ですよね。一番最初に1から9が入る桁がここになりますので、1桁目、0桁、0の隣ですからマイナス1ということは、マイナス1引くマイナス1、先ほどこの後しっかり説明しますけど、マイナス1引くマイナス1、マイナスのマイナスはプラスに変わりますので、マイナス1たす1ですから0、0の1桁目、0桁、0の隣から、ここから問題を入れてってあげれば、あとは普通に12565159割る3927をやればいいんです。こうですね、1の中に3はない、12の中に3は R、 ここですね、ここから、答えを入れていく。ですから答えは 0.3 いくつでいくついくつになるというようなやり方ですよね。じゃあこのあたりはもう普通に問題ないんですね。今回お話したかったのは、先ほどの正の数負の数の計算の時に出てくるマイナス1引くマイナス1、このマイナスのマイナスはプラスなんだ、なんでそういうようなイメージになるか、定義なんでしっかりマイナス、マイナスのマイナスはプラスなんだというふうに単純に覚えてしまってもいいんですけど、せっかくそろばんを習って、小学生の時に習って、中学の1年生の時に数学の問題で出てきます。この時に、あ、そろばん習っててよかったんだなと思ってもらえるように、記憶が長続きするためにはしっかり落とし込む、理解をしてもらうのが大事だと思うので、ちょっとイメージで説明していきますね。マイナス、マイナスは借金だと思ってください。じゃあそれに対してプラスは、例えばお手伝いをしてお小遣いをもらえる、アルバイト代をもらえる、いわゆる利益だと思ってもらって構いません。お小遣いと、もしくはマイナスの場合は借金ですよね。先ほどのマイナス1引くマイナス1、この話をやってみましょうか。まずマイナス1引くマイナス1のマイナス1ですよね。これはまず借金が、例えば1ありました。そこの中からマイナス1引く、マイナス1、借金1ですね。マイナス1、またさらに借金1です。借金1の中から引くので、借金1を、借金1の中から借金1を引いてあげてください。だからこれでプラスマイナス0、借金がなくなるわけですよね。もう1台、例えばマイナス2引くマイナス3でやってみましょうか。マイナス2ですからマイナスがつくので、借金2ですよね。借金2から今度は借金3を引いてあげてほしいんですね。よく考えると、借金2しかないので、借金3も引いてもらったら1プラスになる。だからマイナスのマイナスはプラス、マイナス2引くプラス3ですから1プラスになるというようなイメージでいいのではないかと思います。ぜひこのチャンネル高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。